のもなんか刺さると言いますか。いやそう、それでね、あの先ほどからこう監督にも伺ってるじゃないですか、はい、僕たちまあコロナ禍っていうこともあって、はい、監督とちゃんとお話するの実は今日が初めて。そうなんですよ。もちろんはい、お芝居に関しては、はい、演出等に関しては、うん、音響監督さんを通じて、はい、監督の意図をもちろん汲み取って演じてますけど、今日楽屋で改めてご挨拶して、はいはい、そこでちょっといろいろ喋って、はい、めちゃくちゃ嬉しくて楽しくてもうね、時間が多分もう押してるんだと思いますけど、ものすごく聞いてみたいこととか話したいことがいっぱいあるんですけど、はいはいはい、このシーンはどんな気持ちでお疲れになりましたか。いやちょっと待ってください向井さんの仕事を取ってる。いやもうだ聞きたいじゃない。もうそれは当然 ね本人が聞きたいことですから。いいですか、伺っても監督教えていただいてもよろしいでしょうか。ね、いやでもエイレンってすごくやっぱ難しいキャラクターだなと思いますよね、うん、特にファイナルシーズンになってからちょっと人が変わってしまったようにもなって、うん、で本当にまあ僕もやっぱり原作の最後を知らずにずっとやっていたっていうのはそれがびっくりですよね。そうなんですよ。これ もう楽屋で伺ってびっくりしたんですけど、いやびっくりしました。僕がエレンの本心というか、はい、結末というか、うん、を知らずにやるのも何考えてんだって思ってましたけど、はいはいはい、監督が知らないってどう作ってたんだろうなって思うのに、この出来はどうなってんだって逆に思うんですけど、ごめんなさいね、いっぱい喋っちゃって聞いたのにもかかわらず。で、続きをどう聞きましょう。本当そうです。アフレコのあの現場にいる人は誰も多分編集の川久保さんとかいたけど、はい、それ以外は多分本当に結末を何も知らずにディレクションをしているという状態で、まあ、でも僕もやっぱり梶さんのエレンのその解釈っていうのがこう一つの指針というか、やっぱり役に一番入り込んでいるのが梶さんだから、うんうん、なんか、まあ、やっぱりファイナルシーズンで初めてエレンが喋った時もすごく喉をこう潰したような押し殺したこう怖い感じの芝居をされていて、はい、でもこういう方向で行くんだってすごくその時、うん、びっくりして、はい、今まで自分がこう想像したエレン像とかなり違う方向で来てたので、あ、まあ、それはファイナルシーズンのエレン監督がこの思い浮かべられていたエレンの、まあ、声質もお芝居ももともと持ってたものとそのテストで出てきたものっていうのは、そのイメージ的にはまた違うものだったんですか。まあ、やっぱり自分的にはその前のシーズンまでのエレンに引っ張られているので、あ、はいはい、あなるほど、まあ、でもやっぱりそう4年ぐらい経ってで、クルーガーとして最初出てくるじゃないですか、はいはい、そうですね、その時のあの声の雰囲気っていうのは、あ、こう来るんだっていうのはすごく思いました。いやすいませんね、本当はこういう話ね、打ち上げとかでするべきなんですけど残念ながら打ち上げとかなかったんで。そうですよね、そうか、うん、いや全然全然、いやもうね、まあ、皆さんにとっても得のある話であることを願っています。いやいや皆さんね、興味あって聞いてますから当然。いやありがとうございます。じゃあもうせっかくなんでこちらも聞いてみましょうか。山本さん、過去にエレンのイメージソング、はい、あ、そうですね、作曲されてますよね、はい、さあどうでしょう、こちらエレンの違いありますけれども今どう感じてますでしょうか。はい、いやでもなんかもう当時、まあ、その当てていただいた歌詞とか、うん、まあ見てみると本当に何ていうんですかね、まだ当時出てた曲っていうのは壁の外に対してその夢を見ていて純粋に、うん、まあそれこそ壁の外に世界があるなんていうことを知らない、本当に純粋無垢にその巨人を駆逐したいっていうそのエレンの心情を描いたような曲だったりとかしてたんですけれども、うん、そこからこの世界の現実を知ってしまったエレンのことを思うとちょっと今その曲を聴き返すと結構ちょっと悲しみをこうグッとくるものがあるんですよね、うん、そういう意味ではなんかこう、でもあの当時としてはやっぱりあの曲がその歌詞の内容としても正解だったんだと思いますし、でも今見るとすごくちょっと虚しい気持ちになるんですね、うん、気持ちになるなんかそんな感覚かなと思っていて、はい、でも面白いですね、そうやってねその今の状態から聞くと全然また違う側面が見えるっていうのは、そうですね、うん、もうなんかこれだけ変わってしまう作品っていうのもなんか、なんかすごく珍しいのかなっていう気がしますね。なるほど、素晴らしい。梶さん大丈夫ですか。いやもう今日こんな素敵な機会を本当にありがとうございます。俺じゃないですマッパさんありがとうございます。もうね、はい、スタッフさんとの本当こう、そうですよ ねお話って貴重な気がするので、確かにありがとうございます。ありがたいです。さあそれでは山本さんの推しシーン、こちら最後になります、はい、そちらの方も見てみましょう。こちらです。
対巨人野戦砲もまだ多く機能してる。28、29、位置と数は把握した。しかし、また壁かよ。壁はもううんざりだ。さあ、ということでありがとうございます。このシーン、はい、第一はライナー変身からの戦闘シーンでございますけど、選んだ理由は何になりますでしょう。はい、そうですね、もうなんか単純にもうこのオンエアを見ていて、その映像としてのその迫力であったりとか、スピード感であったりとか、そこがもうまず最初見てめちゃめちゃかっこいいなって思って、はい、っていうところと、あとやっぱりその進撃の巨人としては、ある種その何て言うんですかね、外の海の向こう側の世界での戦闘というのが、まあ一番最初に描かれたシーンだと思うんですけども、はい、それまでパラディ島ではやっぱりその巨人というのは駆逐する対象であって、まあもちろんエレンというその味方もいるわけですけれども、基本的には何て言うんですかね、その得体の知れないそのものとして怖いものとして描かれてたんですけれども、このシーンで初めてその巨人っていうのがその戦争におけるその兵器として初めてこう登場してきて、そこの象徴的なシーンだなっていうところと、で少しちょっと、まあこれ見てる方がまあそのどう取られるかは結構個人個人であると思うんですけども、僕的に結構なんかライナーがちょっとそのヒーローっぽく見えたというか、なんか変身してこう着地した時のなんかシーンとかもちょっとなんかスーパーヒーロー感があるというか、なんかその辺がそのなんていうんですかね、シーズン2、3とその、視聴者からするとそのライナーに対して、なかなかそのなんだこいつっていう思いがあったと思うんですけども、ちょっとそこの印象も少し変わるような、まあ、彼をある種その中心に描いたシーンだったりすると思うので、なんかそのあたりがすごく印象的で、はい、というのと、まあ、と音楽的に言うと、はい、ここで後ろで使っていただいた楽曲が Ashes on the Fire という楽曲なんですけども、はい、まあ、今回の、ファイナルシーズン用に新しく制作した楽曲で、まあそのはい、このシーズンを、まあ、象徴するといいますか、まあ、ちょっとそれのテーマになるような楽曲として制作したものだったので、まあ、それが結構長尺で使っていただけて個人的にすごく嬉しかったなるほど、はい、ありますね、単純に。さあこちら、まあね、ここの使われているアッシュズオンザファイヤー、こちら PV は最終話の第16話ラストなども使われているということなの で、ね、はい、こちらちょっと監督に聞いてもいいですか。こちら、はい、まあ、初めてデモ楽曲聞いた時の印象どうだったでしょう。そうですね、やっぱり PV の時に初めてこの曲が上がってきて、もうむちゃくちゃかっこよくて、スケール感もすごくあって、もうすごい鳥肌が立ったぐらいかっこよくて、まあ、この曲があればもうファイナルシーズンいけるなって、確信できるぐらいかっこいい曲でしたね。素晴らしい、ありがとうございます。どうですか山本さん、嬉しいですね。いやいや、そんな言っていただけるとはちょっと思ってなかったんで、はい、めちゃめちゃ嬉しいです。いいですね、はい、もう このマッパさんの舞台がなかったらね。いや本当です。いやだからこの舞台がやっぱ素晴らしいですよね本当にいい舞台です。本当にもう舞台裏でずっと私たちインタビュアーみたいになって、そうそうそう、お二人にずっと質問攻めどのように楽曲って発注されるんですか、ここぞとばかりにね、お聞きしちゃいましたけど、ね、あ、いいですね、楽しかった、はい、ありがとうございます。まあ、いろんなね推しシーン見ることができました。さあそしてここでなんと本日初解禁のものがございます。この冬スタートするザ・ファイナルシーズンパート2のティザービジュアルをお見せしたいと思います。本日初解禁のパート2ティザービジュアルはこちらです。さあということで、さあ皆さん、なるほど、これは
これ僕らも初めて、ね、初めて見ました、ね、皆さん初めて。そうなんですよ、はい、なるほどなるほど、ここか。結構キャストさんが全員あーっていうびっくりされてるような印象でしたが、確かにって感じですね。確かに、確かに、そうですよね、ね、さあ、そうですよ、そうなんです、ね、そうですよね。この間、この間のファイナルシーズンってもうなんかめちゃくちゃ変な言葉ですけど、パート1 ね、一番最、はい、あの最終、うん、この間の最終話の後にね、ちょっと、うん、なんか PV みたいな流れた印象にやっぱ近いですかね。なるほどなるほど。いやー、このねキャストさんのリアクションももしかしたらこれ、パート2入った時にそういうことだったのかね。もうさくらさんが限界オタクみたいに前に出てますけれどもねいやどういう表情をしてるかちょっと見たいですよね、この時のエレン。いやー、まあね、原作を読まれている方まだの方いらっしゃると思うんで、はい、まあ、正直何も言えないんですけど、何も言えないです、はい、そうですね、まあ、こういう場所に来ることがあるんでしょうかねっていうことなのかなということで、はい、これがねやっぱつながった瞬間気持ちいいんで、我々ここそうです、ね、ストックしておいてパート2を楽しみにしていきたいと思います、はいはい、さあということで初解禁のティザービジュアルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ残念ですがここでお時間となってしまいました。最後に楽しみにしている視聴者の皆様へパート2への意気込みを一人ずつ聞いていきたいと思います。それでは梶さんからお願いします。はい、改めまして皆さん、本日はご来場いただきまして、そしてご覧いただきましてありがとうございます。本当に、ね、このマッパさん10周年という記念すべきこの日、おめでたいと同時に、貴重な機会をいただいて本当に嬉しく思います。まあ、本当僕らからしても監督とそして浩太さんからの素敵なお話を伺うことができてありがたい機会になりましたし、改めてこうやって多くの方が作品をがねアニメで表現されるのを楽しみにお待ちいただいているんだなっていうのを感じられる機会になりました。気合を入れて収録に臨んでいきたいと思います。僕もね、本当最後はどうなっていくのか自分自身でも想像がつかないところがありますけれども、毎回エレンはそれをいい意味で超えてきてくれたというか、自分をこう超えさせてくれてきたような気がするので、今回もそれを楽しみに頑張っていきたいと思います。ぜひね、ファイナルシーズンパート2楽しみにお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは井上さんお願いします。はい、本日はお越しいただいた皆様、配信でご覧になってくださっている皆様、本当にありがとうございます。改めてこうファイナルシーズン、始まっているんだなというのを実感しました。そして、マッパさんが本当に素晴らしい映像として、皆様に届けてくださって、本当に私も一進撃の巨人ファンとして、携わるものとして本当に嬉しく思っています。本当にこの作品というのはいろいろときっといろんなものを超えなければならない作品で、我々キャストも今までもたくさんの壁を越えてこの作品に、命を吹き込もうと必死に頑張ってきたんですけれども、きっと、絵を作ってくださってる、曲を作ってくださってる、関わってくださってる皆様が、本当に愛を持ってこの作品を皆様にお届けしようという思いが、感じられるファイナルシーズンだなと改めて実感しています。これから先もいろいろと私たちキャストもいろいろな壁だったりとか辛い思いをする場面がたくさん出てくると思うんですけれども、最後まで、全うすべく、私自身は作品に心臓を捧げて頑張りたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましてさくらさんお願いします。はい、改めまして会場の皆様、そして画面の向こうの皆様、ご覧いただきありがとうございました。マッパさんの10周年を祝すとともに、先ほど流れたマッパさんの作品の VTR があったじゃないですか。あのシーンを見ていてもパッと進撃の画面が映ると、あのシーンだって、とてもこう鮮明にあのシーンのことが思い浮かぶ、そんな画面作りに大間の努力を積み重ねてくださったマッパさん のスタッフさんたちに本当に感謝しております。一ファンとして
そして私は途中合流としてガビ・ブラウンを演じさせていただいていて、一ファンからキャストという立ち位置になったんですけれども、ファンの時の思いは忘れられなくて、今ここで最速で梶さんとかマリナさんとか林さんとコウタさんの話を聞けるっていうのが非常に嬉しくて、しかもなんだろう、人生下手したら持ってかれてしまうような作品じゃないですか、うん、お二人もやっぱり話していて気持ちが高まっていたりとか、私は途中参加でもそんな気持ちでいるのに、最初からかかり続けてるお二人はもうどんな気持ちなんだろうとか、荒木監督からちょっとバトンタッチをした林さんだったりとか、すごく素敵な音楽ずっと関わってくださってる後田さんとか、ちょっとすごい場所にいるんだなっていうのを改めて思い知りました。そして、この先の展開、私は全部もう読ませていただいたんですけれども、本当に最後までちゃんとそれこそガビは心臓を捧げないんですけれども、私は心臓を捧げてこの作品にかかり続けようという思いをこのステージで新たにしました。皆さんもぜひ、最後まで見届けていただいたりとか、もしまだ見たことない方はちょっと追いかけ始めてくださったら嬉しいなというふうに思います。本日は本当にありがとうございました。有意義な時間を、皆さんと共にできて嬉しかったです。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続きまして林監督お願いします。はい、そうですね、今年原作は無事に完結して、で、まあ、先日単行本も最終巻が発売されたんですけれども、まあ、アニメの方は1年ぐらいの周回遅れでそれを追っかけていくみたいな形になってしまうんですけれども、で、まあ、すごくファンの人を待たせてしまってるなと思うんですけれども、その分じっくり作り込んでいこうと思っております。で、あと、まあ、今日こうしてキャストの方たちといろいろお話できて、アフレコの時にも話せないようなこととかたくさん話せたので、まあ、これから後半戦に向けて弾みをつけて、より深い芝居をつけて頑張っていきたいなと思っております。まあ、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして山本さんお願いします。はい、本日は会場に、来てくださった皆様、そして配信ご覧の皆様、本当にどうもありがとうございました。ですね、まあ、本当にこういう形で皆様とお話しさせていただく機会って、本当に僕音楽やってるとなかなかそのないんですね、お話しする機会、関わる機会なので、こういう場でその進撃の巨人っていう話、そのこの作品のことを共有できたことって本当に嬉しかったですし、まあ、これからパート2ということになるんですけれども、音楽の方も僕自身はファイナルシーズンからの参加で、パート1の方で初めてじゃあどうやって進撃の巨人の楽曲作ろうかっていうところで試行錯誤しながらの制作だったんですけれども、次のパート2はそれを踏まえた上での制作になると思うので、また自分なりにその感じることだったりとか出てくる音楽とかっていうのがまたちょっと変わってくるのかなっていうふうに思ってるので、僕自身もこの制作をすごく楽しみにしております。冬放送ということなので、皆さんのご期待に添えるような音楽面では楽曲を作っていければなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで以上、進撃の巨人ザファイナルシーズンステージでございました。ゲストの皆さんありがとうございました。大きな拍手を。ありがとうございました。